パパ、この線ってさ、意味あるの？ある。うん。皆さんこんにちは。ひまひまチャンネルです。今回はですね、キャンドゥのスクイーズ新作第2弾紹介していきたいと思います。イエーイ。ひまが今やったのは22弾になってしまいました。2弾です。じゃあ紹介していきたいと思います。よし、じゃあやっていきましょう。まず1つ目がじゃん。こちらはマカロンスクイーズです。これは全4種ですね。でなんとですよ、パッケージだけ残しておいてって言ったんですけど、パパが全部間違えて開けちゃったんですねなので全部開けちゃったんですけど、黄色、赤、紫かな、紫、黒です。だから黄色何味？バニラかな。バニラ、チョコ、ブルーベリー、いちごの味です。味食べれませんけど。でなんとね、これすごい後半が固めなんですけど、これとかね普通に UFO キャッチャーあるので100円でお得って思いました。で一番柔らかいのはこれとこれですね。黄色です。黄色が一番柔らかい。ひま的には、色的にはこれがひま一番お気に入りですね。紫で可愛い。で、これは倒れちゃうけど、こういう遊びもできるので、ぜひ皆さんも買ってみてください。はい、で終わっちゃわせないで。次にじゃん。こちらはぷにゅぷにゅひよたまブラザーズです。これは1個はこれは視聴者さんにもらってありがとうございます。1個は買いました。キャンドルね。で今回はこっちを紹介していきます。多分触り心地は同じなんです。じゃん、うん、これどっちもスクイーズなんですよね多分。あ、すごい玉が触っていきます。水系じゃん普通の。あれこれすごいよ。しかも超気持ちいい。あー、冷えピタ。いやー、飛び出てた今。これすっごい柔らかくて水系ですよ、ちゃんとした。うわお、しかも結構おっきい。まあ、ちっちゃいけどどっちでもう一個鳥ちゃん気になる空気系。どっちもスクイーズいいじゃん。ダブルスクイーズですって。ダブルスクイーズ最高最高。キャンドルだからね、これすごいお気に入りです。2個だよ。100円で2個。なんかパパの足が動いてる。次にじゃん、違う、これはこちらはインスタで見たんですよ。カラフル軍用卵っていうキャンドゥで新発売してましたっていうのをあげてた方がいたので、それを見て行ってみようと思って行ったらあったんですよ。開けていきましょう。今回はこっちを開けていきます。青、黄色、緑です。でこっちがオレンジ、赤、黄色です。3つ入ってるんだよ、黄身が。すごくない？おー、開いた。三つ子です。これはすごいでっかい。しかも触っていきます。あ、音はしないんですね。すごいよ。ちょっと待って、この透明感すごくない？ほら、これすっごいお気に入り。すごいよこれ。いや、これいいわ。一気にテンション高くなった。三つ子って書いてある。こんな感じです。すごいよ。で、こっちも開けてみましょう。試し。袋からは出さないですけど、ごめんなさいね。こんな感じですよ、これは。袋の音がうるさくてごめんなさい。すごい、オレンジ、蛍光オレンジ、オレンジ、黄色ですね。すごい蛍光オレンジ。どっちかというと、ひまがおすすめするのはこっちかな。でもどっちも気に入りですね。もし迷うっていうことは、こうやってどちらにしようかな。こっちって目つぶって決めて、あ、じゃあこれにしようって言って買って、家に帰ったら、あ、これだったみたいな感じの方がいいと思います。楽しみ感がある。次に、じゃん。こちらは、もうすぐ生まれる恐竜卵です。これガチャで200円でやったんだよね。あったの買ってはないけどね。おう、これは緑と黄色と青の3色ありますって書いてあります。わかるかな。で開けてみると、じゃん、わお、落ちちゃった。あった。じゃん、こんな感じです。すごいよ、もう生まれんじゃん。れんじゃん。パカッ、生まれた。卵が一人ぼっちになってしまった。すごいね、これも水系ですっごい気持ちいいです。これスクイーズとは書いてないんだよな。すごい気持ちいい、気持ちいいです。やっぱ100円で買えないよね普通は。すごい、今の近くのキャンドゥは売ってないんですよ。こんな遠いとこに売ってました。次、じゃあこちらはぐにょぐにょゼリー粘土です。これはこんな感じでお薬のカプセルみたいですっごい可愛いです。なので買ってきました。これは1種類しかありませんでした。開けてみます。じゃんじゃん、パパ来て。はい、こっち触ってみて。緑と青の方。じゃーん、こんな感じ。黄色はこんな感じ。おいしそう。そう、固めだってぐよぐよゼリーなんだ。まずこれは片方開くんですよ。ほら、黄色開ける。すごい。これここに模様がついてて、どこ？ここに蓋にね。でこれ若干ここにね跡がついてた。本当だ。不思議なクリアジェルみたい。あ、できた。でなんか混ぜてもとか。ああね、混ぜてみる。じゃあそっちまで。あ、こっち混ぜようかな。あ、ほらこれまだ。若干跡がついてる。汚くなりそうだね。と緑を気持ちいいよ。でもこれね、綺麗だよね。うん、綺麗綺麗。どう？青ですね。飛び散ったまあなんかなんていうの、あ、でも綺麗だよ、ほら。あ、綺麗じゃんね。綺麗。混ぜても楽しいんだから、こういう色も工夫してるんだよ。これさ、少しちぎって混ぜればいい。わかりました。全部いっちゃった。動画だからね、わかりやすいように。みんなもやってみてね。青と緑混ぜると、ちょっとなんか綺麗、エメラルドみたい。エメラルドみたい、緑っぽい、なんか今の好きな色だ。パステルみたいな感じです。あら、匂いする、バナナの匂い。はい、というわけで今回はこちらで以上です。今回はキャンドゥの第2弾新作を紹介したんですけど、やっぱ2弾だからすごい進化してて気持ちいいので、ぜひ皆さんもキャンドゥに行った時は買ってみてください。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter とインスタのフォローもよろしくお願いします。こっちの動画も見てね。クリックしてね。バイバイ。